高知市は希望する高齢者へのワクチン接種が今月末に完了する見通しであることから、今月1日から基礎疾患のある人や高齢者施設などで働く人、60歳から64歳までの市民に接種券を発送しています。しかし、8月以降のワクチン供給の時期や量が不透明であることから、今日から発送予定だった50歳から59歳への接種券4万3000人分を今月中旬以降2回に分けて発送すると説明しました。55歳から59歳までは今月中旬以降、50歳から54歳までは今月下旬以降の発送を予定しています。予約を全部取り消してます。でもう一回予約をし直してもらうという市もあるので、ものすごい行政もそうなんですが大変になるし、医療機関が混乱します。医療機関も大変になります。そうならないようにオペレーションしていかないといけないと。また先月12日から総合安心センターで接種予約が取れていない高齢者向けに行っている集団接種は来月1日で終了。来月7日からは接種券が届いた希望者に対し、高知市役所の南別館でモデルナ製ワクチンの集団接種を行うと発表しました。